これは何でしょうか。マス。俺の顔見て、うっすら探すの、魚を。うっすしてますよ。うっすら、はい、出る。うろことるべ。はい。わかるかな。これマスだよ。今釣りだとだから。小さいけどね、これマスコロッとしてるし、やっぱりの。あ、ちょっとツキついてるな。浜で上がったんだな。よっ。泥。まず初めて。初めて見た、はい、ちょっと待って。なんか。なんか。釣ったばっかりだからよ。釣ったばっかりだから、すまつけてやって。いいね、いいね、いいね。真っ赤ぶりだ。あ、手冷たいな。まずこれ頭落としちゃおうな。頭落としちゃおうから。な。取れねえな。よし、行くよ。よし。ちゃんと取ってますかね。取ってますよ。砂ついてきてます。な。なにこれ、砂浜で釣ったのか。砂浜で釣ったからです。あぶね。ねえちゃって。アホか。な、これ腹渡は何も入ってねえな。とりあえずさ、試合をこう聞いて。綺麗なんです。綺麗だなと思うんでねえよ。完璧だな。すごいな。いいねえ。いいな。はい。鮭より綺麗だから。今の時期のやつはな。ほら、最初ほら、生きいからさ、ベタっとしてないでしょ。はい。普通売ってるやつはさ、みんなベタっとしてるじゃん。そう。見たことないべ。ナイス。そしたら全然わかんねえじゃん、もう俺の周り。あ、おか。まな板は包丁でやっても、綺麗になるべよ。はい、なります。な。よっしゃ。あらったったっと完璧だ。うんねや、完璧だねや。完璧だか。いいなおい。どうだ。うまそうだな、おい。真っ赤でしょ。真っ赤。サクラの色だよ。みんな。完璧の母でしたね。次、2本目いきますよ。分かってんの？はい。ちゃんと取れてんのか、お前。取れてます。俺の顔もか。はい。取れてます。それ。いいの？はい。あ。お前もやってみたいか。あ。ちょっこらお前ここ入ってたけど、これじゃどうもならんな。え、こんなちっちゃいんじゃな。ほら、こんなの入ったからちっちゃいの。あ、ほら、こんなちっちゃいサイズ。ほら、あ、なんだ。ん、あれマスの子ってなんか名前あるんでしょ。いや、同じだよ。え、いくら、うん、マスのいくらっていう意味。マスの数字とかや。え、なんていうんですか。教えてください。少しだけやれえな。ほら、完璧だ。お、な。ちょっとバーってやるな。OK でしょ。よし、下ろしますよ。大目下ろしでいきますからね。ほら、切れた。食べ、はい、ピラ
これでしょ、完璧だぞ。これあと味噌汁にして食ったらさ、うまいだな。あら、え、なんでもない。え、これでしょ、どうだ。で、これをどういうふうにするかな。天ぷらにして食うかな、それとも何にして食べるかな。焼いて食ってもうまいしの。うまっす。ビービーにして食ったら最高だぞ。めっちゃうまかった。な、まだお前ほんのちょっと前まで生きてたんだもんね。違うの。出る。あとこれはな、ここについてるところをさ、こうやって引っ張るみたいな。うん、赤いの？赤いのは人参です。赤い。ダメだ、お前ちゃんと教えてやんないと、お前咳込んでるさ。ねえ。おんちゃんも動画で撮ってんの？いや、写真撮っていいですか？いや、いいよ。写真あ、お金もらうから。あ、はい。めっちゃって冗談だよ。さっきもバイトしたもん、天ぷら、天丼がもらう。あ、そうっすね。かわいい顔してるわ。で、これをな、包丁目入れづらかったらこっちを逆にしてこうやってやるわよ。ピッ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 ってしたらな、こうやってやったら取りやすいでしょ、ほら、包丁目な。ピッ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 ってやったな。包丁で切ったらなくなるから蒸しでもいいの。まあ、切り蒸したら取れちゃう。ほら取れた。な、こうどっちみちこう骨入ってねえから。ここ骨ないんだ。な。いいでしょうか。こんな感じで。でこれをこうやって切っていきます。な。半分が頭ですか。そう、刺身で食べようと思ったからね。刺身だったら本当にこれぐらいね。そう、お前の写し方でいいのか。ちゃんと写ってんの。はい、写しちゃいますよ。本当、はい、あんた誰。はい、あんた誰。お前紹介してくださいよ。お前写しのあなたはカメラマンは誰なの。カメラマン宮川です。あ、そう、はい、だいぶ鼻詰まってるようだけど大丈夫か。はい、大丈夫です。そうか。まあほら、ここのとこ下ろしたとこ、ここもな、この乗っかってるとこ、ちょっとこやるの綺麗だ。あ、なさっきやったようにこっち側だけがこういうふうにして包丁目こうやってやって。お水はそこ取っていいですか。あ、今お待ちします。あ、すいません。ピッ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 。これ生きいからいいんだよ、まだ生き悪かったら凝ったことになるから。ビビ、お水美味しいですね。な、あんまり余裕はそんなに微妙なぐらいしかない。こうやって包丁でこう引っ張れば。あ、いや今年は初だもんな。ああ、マスです、ね。うん、できましたよ。ほら、これで OK だよ。な、勢いよさそうだべよ。バター焼きで食ってもうまいし、塩焼きで食ってもうまいし、最高だ。マスです。うん。じゃあ、あ、皮まんまあれでするんですね。やるときはお前、皮むけるから。ああ、なるほど。ああ、そうですね。はいはい。おお。朝なんだったかな。いいじゃん。いいですね。最後だから。今日の温泉行くとこれできちゃった。あとはこっちはな。うん、フライパンで焼いてもさ、何して焼いても。おお。わあ。食べたね。完璧ですね。だから言ったじゃないのってか。バカねえ、知らないか。知らないです、さすがに。畠山緑。知らないか。知らないですね。しまっときます。はい、お願いします。去年ね、毎年その通じバイク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 バイ
ね、知れところに行ってここね、できちゃったあっという間だね。これも塩焼き用だから、ね、塩焼き美味しそうですね。夜こうで、はい、で、はい、君はまた東京に帰ってまずいもの食いな。それ。あ、完璧です。負けた。負けた。完璧です。で、次にほらこれか。ちょっと待って、映して映してこれ。こんなによく釣ってきたな、たった15分で。15分。俺め15分で釣れたらすごいだお前。2時間。ま、孫。2時間ぐらいじゃないですかね。孫ほらお前の仕事だぞこれ。できるの？あれ孫どこ行った？全然返事聞こえないし。めっちゃマグロって。マグロ？え？なんていう魚よ。これはなんていう魚ですか？オッケーです。お、よく知ってんじゃん。でかいのがいるじゃんこれ。これネボッケじゃないですか？ネボッケサイズも。これ完璧だほら。これ。うんこれでかい。すごいでしょこれ。でかいですね。さっきの桜マスクと同じぐらい。ほら。で、ほら。お前が卵だよこれ。嫌なの？お前練習だから。そう。一回見てください。一回見てるじゃん。一回見てください。大変だな。一回も二回でも見せるか。伊藤さんは大変なんです。ね、覚えてくんねえと困るんです。とりあえずな。おお、ガチガチだもんほら、はい。まあそうですね。これホッケの刺身もうまいんだぞ。生きのいいやつは、はい。このでかいやつはちゃんと血抜きして脳天締めしたやつ。さすがだな。ね、ガチガチです。完璧。北海道いいとこだからまた来てね。こなくていいよ。いや誰来いって言ったの。でこれ釜上からな。これどういう風にする？どういう風にして食いたいかね。な、いやいやいや、俺め息を吸うけど嫌だろ。これをフライにして、とりあえずさ、ホッケの開きやってみるか。ホッケの開き。どういうのよ。ホッケの開き。あれホッケのお前、東京で見た俺の開いてるやつ、お兄ちゃん。後ろで。東京に。もう分かんないか。あ、分かる分かる。ホッケの開き。できたでしょ、ホッケの開き。っていう。このままホッケの開きやんねえか。うまいっすよね。ホッケの開き食ったことあるべ。はい。ホッケの開き。でっかいの。でっかいっすよね。うん、ほらホッケの開き。ちっちゃいのも増してます。うん、まあ食べるけど。ちっちゃいのがフライすると思うんだよ。ホッケのフライな、うん、よく釣ってきたね。まだいっぱい釣ってる人いたでしょ。いましたね。あんまり釣ってきたら大変だと思ったからやめたんでしょ。まあそうですね。だから一応電話したじゃないですか僕、うん、まだ釣りますか。お前も釣りたいべ。はい、面白いと思う。フライ用はさ、こういうちっちゃいやつはフライ用にするか。フライ用はさ、フライ用はさ、もうみんな頭取って全部お前やんだよ。できる？はい。5時間ぐらいかかる。5時間。日暮れちゃいます。そんなことあったらまあ魚腐るべえ、まあ。違うの？魚が腐っちゃう。そう。まずだからさ、こうやってな、頭みんな取っちゃえばいいんだよ。知恵を取らないとなんだろうな。よくいっぱい吸ってきたね。いえ。途中でやめたんです。これを3枚に下ろしてホッケのフライにするみたい。うん、なるほど。な、うん、でかいやつこれか。え、でかいの。でかいのこれだ。
大阪にもあるしね。だけどこれ釣るだけ麺マスかと思ったんですか。まあちょっとあのホッケとは思わなかったですよね。なんだそれかなんかだと思った。うん、ちょっと一瞬だけです。うん、えホッケって引きはどんな感じなんですか。まあ、このサイズになるとそこそこ引く。ああ、うん。もうガツンってくる。まあガツンっていうかまあまあ。力が。おお。危ない。いや、あげるって言われたそれ一瞬、で、大阪の会社あるんですよ。うわお、花技電車のでかっ完璧だろ、これいいですね。うん、このサイズだったらいいですね。うん、ね、こんなの釣ったらみんなびっくりしてもらった。いや、周りでもまあまあまあ、そこそこ釣れてた。したね、これからみんな行くだろさ、こんなの釣れたら。まあ結構来てましたね。ああ。これだな、面白いもんな。うん。仕事なんかやってる暇ねえよな。まあ。難しい。え？仕事もせんといたんですよ。いやいや、俺まな板持ってて向こうでみんなまあ綺麗にしてるよ。ああ海の海水でやれば綺麗なの。ああ、まあそうですね。な、すごいしょ、これ。おっと、逃げるぞ。大名通りするんだ。うわ、油ある、すごい油ある、どうや。なあ、だから当たり前ですけど、僕ら的には当たり前じゃない。大きいとかでも油ってほら、最高だから。あれか、茶虫入ってるもん。ああ、なるほど。虫が。うん。あ、うん。でしょ。で、こういうのはみんな頭か。ここでみんなこうやって取っちゃうんだ。そしてお前がやるんだよ。お、ほら、あれ食ってるでしょ。ああ、こんなのお前持ってったのにさ。いや、違いますよ。これみんなあの負けしてんだろ。負けだろ、これ。負けしてる人は周りにいなかったと思う。これ負けね、はい、で、これをこうやって持っていけば、はい、こうやってほらって、あと骨こうやってやったの、はい、ね、はい、パンパララッと、はい、できる。はい、できます。よし、ほんとかお前。よし、やってみろ。よし、大丈夫？心配だな。ああ、そうだよ、こっちないでしょ、だって。ここ今お前包丁見えてたでしょ、ここ、はい。これないでしょ、もう。触ってみろ。あ、ないっす。あるか？ないっす。ほら、なんもないでしょ、はい。ないやつもあるんだよ、これ。え？お前が、なんでないかわかる？わかんないです。お前が3枚おろししたときに、はい、下手くそだからよ。はい。全部取っちゃったんだよ。はい。普通残ってるんだから。そう。お前が変だからよ。はい。これはみんな残ってんだけど、これ。あ、これだとほとんど見ないじゃん。あるか？お前取ったから、お前、切るとこないぐらいないじゃん、身が。はい。お前、おろし方が上手すぎて骨ついてねえんだよ。3枚おろしした時の時点でだよ。はい。やるじゃん、お前。はい、次。うっす。うっすんでねえよ、お前。はい。骨もな、お前かなり中骨に骨ついてるってことだな。で、これをこうやってやるんだよ、はい、で、こうやってやったらこうやって引っ張って、で、今度こうやってやったら取るでしょ。はい、で、これいいんだよ、はい、やってごらん。うまんだもう、ついてるけど、お前これ誰下ろしたのよ、これ。ほとんど身ついてねえじゃん。中骨に相当ついたんだな。あ、そう取るんだよ。じゃあここの引っかかってんじゃん、ここに、ほら。あ、今お前ここやったべや。はい、ここどうするよ、ここ。こうだべ、はい、ここのとこ入ってるじゃん。はい、な、はい、だからこうやってやったらこうだ。で、これでいいや。はい、次やったな。はい、何やってんだよ、お前。
みんなもついてねえな。お前どうやって三枚おろしにしたのよ。練習です。みんなこっちの方についてんだこれ。練習です。練習です。練習です。ドラ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 えもん。なんでこうなってんのよ。ここだべ、こう。ここ違うの、はい、こうだべ、はい。で、こういうとこも、お前全部変だもん。はい、できました。はい、次は、はい。いや、ほんとドリフターズみたいな。あドラドラこうならやりづらいって言ったでしょ。どうやってやるのこれ。これ若干こう斜めにやるのできねえじゃん、はい、でこうやってやるこうしよう、はい、お前の下ろし方変だからこうやってやったらこれ取れるわけで、取れねえか、はい、だからこれ何もついてねえからほらこうやって早いできるわけですね。はい次、はい、あいいでしょ、はい、できるか。できます、うん、できるの、うん、どうなるのほらそうじゃねえだ。こうやってグッと入れたら、こうやってグッと入れたら、はい、こっちの方でこう、こう手で引っ張るんだ、こうやってほら。これ取れるでしょ、ほら、はい、これもう触ってごらん。あ、ないっす。ないべ、はい、で、こっちの方にこれついてるの、こっちもこうやって取んなきゃな、はい、ほら、これの。で、こっちも俺ついてるべ、はい、取らんだべな。こういう感じで、はい、わかる、はい、やはいっす。かしやつなのかよな、うんうん、そうじゃないお前包丁持ってるもうちょっとこうだべさ、この辺から、はい、この辺からこうやって置かなきゃいけない。こうやって置いたら切れないだろ、はい、あ、いいね、うん、とてもいい、はい、あービール飲もうやれや勝手に。あーめな、どうなの、どうじゃないから言ったっしょお前、これボロボロでしょこれ、はい、どうすんのこれ軽くやったらここ引っ張るって、ほらこれになるのカッチャカチャのせいでしょ、もう美味しいところがなくなっちゃった。ほらもう一応このとこ骨ついてるから、はい、な、こういうとこやってこいつな、はい、あと骨触ってごらん。あ、完璧だべ、はい、完璧です、うん、お願いします、はい、あそうじゃねえ、いいんだよ、あお前は貴重だよ、10年後一発の板前になった時にいい思い出になるよ、今撮っとけばね、こんな時もあったな。熱烈してるサポーターの歓声が良かったですね。教えて、はい、おいで、僕ですか、当たり前だよ、手切りますよちょっと失礼、はい、もう触ってみろ、できてるべや、はい、オッケーちょっと締めこいてやれ、はい、あ、洗い物だ、どうしてこうなのかな、もう包丁研いでくんないと、はい、あ、ほらしょ、研いだら研いだら、そう、研いだら研いだら怒られるし、な、何やっても怒られるっすよ、そう、顔見ても怒られるんだから違うのかな、名前、車の免許は1ヶ月だよ、名前一緒だから、わあ、ほら綺麗だな、ほら最高だから、でこれわざとさ、こっちのこっちの、まずこうやっていけるべ、
これはね、とりあえずこれ薄くさ、こうやってほら、で食った時にこうね、こうやって並べる。完璧だから。な、うまいなこれな。うまいですよね。最高だ。腕をガバッとこう切るわけ、うん、でまだ入ってるからこうやって切るわけ、あるとこまで切るわけ、あなるほど、またあるとこまで切るわけ、はいはい、ガッパラ入ってるわけ、はいはい、もったいなくないわけね、うん、そうですね、だったら最後ですからね、うん、いやでもみんな切ってあるから大丈夫、うん、死んでるからな、はい、だからね、まあ、よくかじれば大丈夫って言いますか、ね、いやもう輪切りにしてあるからな、最高だべ、うまくて俺が切るんじゃないんだよ、こういうとこ、この先切ってってください、はい、先をで、これはね、これ骨ある、触ってみて、骨ありますよね、はい、いや、チェームですよね、はい、いや、お前もこんなこと釣れる人なんだから覚えてた方がいいと思うよ、ここが危ないな、焼いたらうめえんだよ、触れば、ね、バンバン切ってるね、危ない、こういうとこ危ないでしょ、危ないですね、でこういうとこはね、ボンバーいっぱい入ってるから、だからグッて切ってよ、うん、っだから高いのよ、なんか本当にこの側面縁側みたいですよね、なっちゃうまそうですね、いやさすがに皆さんうまいやろ、ほら油なまらるよ、いやめちゃくちゃうまそうっすね、ほら薄作り、あすごい、生きてるから、ほら油最高あるこれ、これ最高、これぜひどんどん、これ油っすよね、この油の油、うん、ほらすごいよ、この色変わってるところ、そうなんですよ、うん、ちょっと着てみて、練習練習、僕ですか、当たり前だろ、誰がやるんだよ、はい切ってください、いや僕やらない方がいいんじゃん、いいんだよ、なんだよ、俺が来んなもう俺なんてお前明日ないんだから、覚えててくんないと困るんだわ、あ晴れた空そよぐ風てか、あ白川ほずらてか、あ、いいべ、いいの、練習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 ですね、あ最高だから、あすごいホッケだよ、理屈は知ってるんだよ、あいいのいいの、あ完璧のファーファーだから、あここにホッケがあったから邪魔してたのか、え青年、はい、ホッケが邪魔してたのか、あよし早くやってまいりたい、お前何も食うぞ、おいしょ、ちょっと言ってと、なっお前これ洗い物するだろ、はい俺がやるか、みんなでやるしょうがねえな、俺が洗い場だ、あっ師匠が自ら洗い物しないとな、そうですね、あやっぱ見本を見せるって大事ですよね、ん見本を見せるっていうのも大事ですよね、あこれが洗い物するの、おタラランタララン、あうまいな、いや本当美味しいです、
型が難しい。